はい、こんにちは、スクキュアカメと申します。それでは、I wanna be the Galaxy 最終ステージの The Galaxy を進めていきたいと思います。またこれはいつものね、これですから。海、ほい、あぶねえ、はっ、でっていう、でこれで止めるでしょ一回。こいつどうするっていう、これダメじゃない？え、マジで？待って、どういくのが正解これ。え、はぁ、ほいよし、でこう、あう、でこう、まずここはこれでいいはずだから、でよし、あう、いい、これいける？いけるな、これ。ちょっと待って、言ったけど、あれ何、あそこ何、あのリンゴのとこどうすんの。言ったけどさ、え、あう、ヒント教えてくんろ。はい、リンゴに弾を当てるのが難しい、アイテムをうまく使おう。え、ああ、わかりました、これね。はい、これを使えということじゃないのか。はにゃはにゃん、え、ああ、うっ、おい、とりあえずこっから撃つのは分かった。で、どうしろと言うんだい？これ、自分で自分の首絞めたっぽいんだけど、今。はぁ。この矢印は、あ、あう、こいつを動かすってのは分かった。あとは、こういうことだと思うんで、はっ、で、いや、むずいって、ここ。ほい。早い。は、あ、行って行った。あう、ほい。ほい。ほい。あぶねえ。で、ここで初めて、バリアに切り替える。そりゃ悲鳴の一つもあげるわ、もう。ほい。ほいほい。よーし。で、バリアにしました。はい。え、やばい。にゅー、くそー。さ、戻ってきた。あう、あう。はい。次行こう。は、よし、ざま。お、ティットくんがいますよ。え、え、何を、ちょ、え、待って、どういうこと。え、待って、俺もうこっから出らんないんだけどさ。え、これは急いでいかないといけないやつなのかな。多分、あれ、落とされた足場に乗って、ここに行く感じか？おい！なんてことしやがる。ちょっとここ、予行練習していこう。え、ここまずそもそも、これ行くのがむずいぜ。おい！待って！これじゃダメだよな。くそ！あそこで手間取ったのが、全ての範囲だな。間に合え。あう、はにゃはにゃ、どうやっていくのこれ。こうやって押してくれてる間にダメか、にゃろー。どうするこれで、よっしゃ、ずらせばよかったんだ。でもこれいけんな、よーし、
やっと行った、この野郎。何をしてくれ、何をし、うっ、えぇ、ちょお、とりあえずセーブを。彼逃げましたね。まあ、何が入ってるんだ、これは。いや、なんか、ここまで来たな。なんだかんだで。ごまだれー。え？ライトショットを手に入れた。え？まあ、いつも通り装備しますと。で、ライトショットは画面上に、一段、一発しか出すことができません。聖なる力がこもったこの武器で、邪悪な敵をやっつけましょう。え？え？なんかすげえでかいな、思ってたより。こっちは。あれ？ん？え、こっちが何？え？どういうことだってばよ。これまで倒したボスたちが、グレーのキッド君に集まってってる感じ。え、これが何ラスボス？もう一個の方は何じゃあ。はい。はい。あ、これで打ち消せますね。何？何それ？これもしかしてあいつの、これもしかしてあいつのやつじゃないの？おい、何これ何これ、カメックのやつ。ちょ、待って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 、クロスモーションもやってくんの？やめてく、それダメ、それ無理、くっそ。え、ちなみに、こっちは何？あ、メインギャラクシーに戻りますか？だから、あれか、チェックポイントか。じゃあ、こっちでいいっぽいんで、行きましょう、もう一回。で、2回目なんで、スキップします。はっ。で、ちゃんとバリアになってる、バリアになってる。そもそもこれはバリアで返せないのか。なるほど。もしかして、これ、ラスボスとかってありますかね？どうなんだろう。でもこれで打ち消せちゃうからなぁ。うん。え、地上でその技はまずいと思うぜ。おい。地上でそれはまずい。てか、長い。はい。オッケーオッケー。悪くない悪くない。クロスモーション来るけど、どうすんのこれ。いや、ほんとにさ、無理無理無理。3発やっぱあんのか。チクショー。うん。いけなくはなさそう。いけなくなさそうだぞ。はい。ブロックダスト。あれ、あれか。いいよ、いいよ。全然。好きにしてて、それ。もう、とにかく連打だな。で、カメックのやつでしょ？オッケーオッケー。何の技が来るのかもよく見てられるから、ブレス。ブレス？ええー。でもこれでもうメーター一つは終わったってことですもんね。レベル2か。うん、ちょっとクロスモーションにね、頼ってくるのはやめていただきたいところではありますね。まあ、ただ、こいつ今までのボスの攻撃を同じようにやってきてるだけだから、一回見切った攻撃ですからね、腐っても。ほい。またビームか。いいね、いいね。ずっとビームやってていいよ。はい。オッケー。オッケー。レベル2になったぞ。なんか緑も混ざったな。ブレスって。ブレス。はあ。あう。あう。長い長い攻撃。危ねえ。オッケーオッケー。なんかそんなでもない、やっぱり。こないだのエレメンツの方が強かったまである。あ、またブレス。くっそ。あ、いけますね、これ。こいつ、そんな強くないと思いますね。この間の、エレメンツさんの方がよっぽど強かったと思う。はい。はい。この、ホーリーショットも一発ずつしか打てないけど、ちょっとジャンプしてこいつに距離、近づいて打てばすぐ消えてくれるから、二発目、打てるし、長い長い！はいはい。オッケー、レベル2っていうか EX か。EX だな。やばい。なになに、あう、これはちょっと避けんのに集中。避けんの集中、くっそ。新しい技みたいなのはない。はい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 。
緑もちゃんと消せるのは分かってなかった。くっそ EX なんかすごいゴミがさ、ゴミがさ、危ねえ、生きてた、うーわ、オッケー、なんとかしのいでる、しのいでる、うわ、なんか、おい、おい、おいって、うーわ、そっちでやられたの、しかも、オッケー、次何が来る、何が来る、何が来る、何が来ます、うう、ダブルビーム、これは、どう避ける、避けてる、悪くない、うう、待って、ちょっと待って、ちょっと待って。オッケー。クロスモーション。死ぬ。死にたくない、これは。これは死にたくない。死にたくない。死にたくない。4回やんの ?4 回やんの ?5 回やんのかよ。うん、弱いなんて言って、すいませんでしたって感じですね。普通に強いわ、こいつ。一番気をつけなきゃいけないのは、この画面のね、中にこの攻撃が一発しか出せないんで、透かしちゃった時、透かして画面の上の、うん、画面の上の方まで行っちゃった時が一番やばい。よいしょ。ちゃんとこいつに当たって攻撃が消えてくれればすぐ次の弾撃てるんだけど、またブレス、またブレスだな。ちょっと待って、ちょっと待って、一回こっち逃げよう。一回逃げよう。一回逃げよう。オッケー、しのいでる、悪くない悪くない。次何が来る、ずっとブレスでいいや、もうクロスモーション来んのここで、おい、やめてくれ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 、なんか攻めてられてるけど、落ちろ、よっしゃ、倒しましたね。クロスモーションやられながら攻められたよ。お、やったこのスターは何より嬉しい、イエーイ。お、お、エンディングですね。やったー。おー、銀河を見上げてますね。I wanna be the galaxy。 おー、いやー、ありがとうございます。というわけで、一応メインルートとしてはこれでクリアですかね。まあまだなんだ、アイテムじゃない、ミニゲームプラネットとか、まあアイテム、そうですね、シークレットルビー全部回収したりできていないので、まあまたエクストラステージっていうことでですね、進める形になるかなとは思うんですけれども、なんかまだね、聖域っていう隠しステージがあったりするらしいので、これで終わりではないようなので、いや、しかしほんとね、話では聞いてましたけど、すんごいクオリティ高かった。これまでのアイワナにないギミックがね、たくさん詰め込まれてて、誰だよ、こんなのいたか。あ、ミニゲームプラネットのキャラか、これが。いやー、ただ意外とね、各ステージそうなんですけど、純粋にテクニック問われるところもあれば、本当に頭をね、ひねらされるギミックが多かったので、なかなかそこが時間かかったかなと。あとボスがね、地味に強いですね、どれも。ほんと簡単に、あ、一発でいけましたねっていうボスがいない。うん、特にスカイプラネットのね、ボス、エレメンツですか。あれ、ほんとびっくりした。最初、こいつ不死身かよって思って。いやー。うん、サンドプラネットはね、スターもなく死ぬこともなかったですけど。そう、ただ残念なことにね、このゲームもダウンロードリンクがね、死んでしまっていて、もともと僕も持ってたやつをね、今回昔のパソコンからこう引っ張ってきてやった形になるんですけれども、あ、フィンでハテナになってますね。やっぱりまだまだちょっと真のエンディングではない形ですかね、これが。お、ここまでのデータをセーブしましょう。はい、ルビーおじさんが何かを入荷したよって、まだ何も交換してねえんだけどさ。お、実績が解除、アイワナ、ん？アイアムギャラクシー、わかんねえ。
とりあえずこれがミニゲーム、あ、ショーティストリームか。で、ミニゲームプラネットがあって、オッケーというわけでですね、まだ多分、この、ネイチャープラネットもね、星、あの、スター、まだ1個取ってないので、まあ、ちょっとまだね、やれることがあるので、次回、エクストラステージということで、少しずつ、進めていきたいと思います。はい、それではここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。